松尾は今、はい、どこにいるでしょうか。おる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 。正解はこっちでした。違うやろ。っていうかまずこれを説明しなあかんかな。もう置いとこ。あす。元気出していきましょうか。元気出していきましょう。ちょっとね、うん、もう早速今回の動画の説明をさせていただきます。おー、シャキシャキ。今回はそのいただきますといただきますをかかってますからね。おー、なるほど。そういうことですよ。直撃の相馬、はい、信長のシェフ、はい、極主夫道、はい、こうこのままなんかえ、なんか泣いてた。ネズミかなんかが泣いてた。じゃあすいませんね。怖い怖い。え、なんか出てきた。うわ、怖っ。何しよう。変な世界におんのよ。全部が、ここら辺のアイテムもしかりで。そうですよね。そうするでしょねえよ。今回は、グルメ漫画を元に料理を作ります。はい。で、その料理、普通にやったら面白くないですよね。ああ、いや。すげえ笑ってしまった。頑張ってください。今回の動画ではグルメ漫画を元に料理をする。使う漫画はこの3つ。この3つの漫画を全て使い1つの料理を作る。料理の工程を3分割し、ステップ1では極主夫道から、ステップ2で食撃の相馬から、最後のステップ3では信長のシェフから料理工程を選ぶ。これらの漫画をパラパラとめくり、ストップで止めたページに書かれた作業を実際に行う。例えばステップ1で卵を溶き、ステップ2で餃子を包み、ステップ3で鍋で煮込むとなった場合、それらを実際に行い、どんな料理になるのかを検証する。じゃあ早速もう選んでいきましょうか。もう拷問中ですけど、江戸時代の拷問を今行っていますけども、もう5分経ったんよ。冒頭で江戸時代の拷問をされながら冒頭するのは多分俺しかいない。初めてだと思う。これは痛い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 。マジで痛い。すねがね、あの蛇腹状になってんだよ。まず序盤はどの漫画からチョイスしますかって、これですね。はい、極道のシェフ一巻。極道のシェフ一巻。はい、じゃあ極道のシェフちゃう、極主夫道一巻。主婦を極道で挟んでる。あ、すごい。なん、ハンバーガーってこと？ちょっと全然違う。サンドイッチってことですよ。一緒ですね。ほぼ。じゃあちょっともうパラパラといきますか。はい。ストップって言った？はい。ストップ。おっと？何ですか？職務質問ですね。じゃあ前半は職務質問しましょう。あの料理のシーンが出てこなかったから、さすがにちょっと料理っていうのが、ね、パラパラってストップってしたところ一番近い料理。あ、そうだ、オッケー、じゃあパラパラっていきます。あ、はい、ちょっとあれこれ、はい、ストップ、あ、ちょもう一回、ちょストップ、もうちょ、あ、もう腹立つな。ストップ。これむずいな。何ですか？料理のシーン自体の描写はないんだけど、うん、でも少なくとも料理の工程は踏んでるのはちょっと見てほしい。うん、コロッケの油を切っているんですよね。序盤でないね、そのコロッケを作ってるシーンがほらない。本当だ、もうコロッケできてるわ。じゃあ買ってきたらいいんちゃう、コロッケを。コロッケを買って油を切ろう。コロッケを油を切ります。中盤次どうするのか、じゃあストップ。もうナチュラルに定位置に戻ってるやん。自分から拷問に行ってるよ。もう耐えかね、もうは、そうね。じゃあ食液をそば行きますよ。はい、ストップ。料理をしてるシーンがあればね。あると思いますよ。あった。なんですか。カツオの切り身のスライスです。寸分も狂いもない包丁さばきのカツオの切り身の。なんかもっとちゃんと料理っぽいとこ出したいな。最後そう。ちょっとね、ちゃんと料理してるとこせめて探す。そうだ、ね、これ今んとこあれやから料理シーンの。おい、座り方が極道やね。今ご料理シーン拷問から極道行ってんね。料理シーン。拷問を確かめる極道ですね。組長を拷問するためのまず準備ですね。あ、確かに。これを組長に見立ててね。あ、こうこうですよ。あ、怖っ。あ、怖っ。こうですよね。怖っ。こうですよね。こうですよね。信長のシェフはね、うん、主人公のシェフが、うん、戦ってますね。バトル漫画ですか。これは。あ、ここら辺ちょっと料理。あ、何ですか。鴨をさばいて、おうおうおう、胸肉もも肉を切り分けて、酒でフランペ。難易度が難易度がグンぐんぐんぐんと上がりますよね。なんで言うかな。
ちょっとじゃあそうだね、予備で買っておいた食撃の相馬もう一巻をちょっと採用して、あの信長のシェフはあのもう打ち首、打ち首拷問にね、転んでる拷問でくつろげるタイプだ。どこでも寝れるタイプだよな。だとしてもやろ、だとしても拷問は入ってないよ、あの選択肢だからバスとか飛行機とかで。そうかそうかそうか、あ、これマジでない、すいません、ちょっとこれは打ち切りで漫画食撃の相馬打ち切りでお願いします。まあ終わってるけど、ああああ、あったあった、リンゴのリゾット、おーおーおお、塩と黒胡椒を効かせるのがポイントだー。そんなキャラじゃないねん相馬は。で、食撃の相馬が言ってますけど、食撃の行事じゃない。あ、違う違う、あ、俺あれ、雪平相馬。あ、そうなんだ、俺食撃相馬見たことないから、食撃の相馬違うね。食撃っていうのは料理対決のことやね。ええー、それそれ、じゃあこれでいきますか、はい、まずはコロッケの油を切り、魚をスライスし、リンゴのリゾットを作ります、はい、今回はそれをガッチャンコさせて食べさせましょう。誰に、俺にっていう動画を今回は撮ります、はい、ありがとうございました。切るな、ここで。冒頭撮ったあの日、あの日から、はいはい、多分1週間ほど遡りました。過去に行ってるな、今じゃあ遡りましたので、早速撮っていこうかなと。もうちょっとすいません、あのご飯だけは、ちっちゃいアンパンマンが描かれたウインナーをね、僕普段食べてるんですけど、狂気ですよね、この動物の腸。まずね、工程としましては動物を育てます。その動物をまあちょっとその食べるために命をいただきまして、腸をこう出しましてね、アンパンマンのキャラクターをまずプリントするんですよ、そっちに。でそこへお肉をこの詰めまして、で出来上がったものをこう子供用として食べさせるっていうね。見てくれよ、朝から地獄のような。そんなこと。美味しいです、本当に命に感謝して今日はそういう命に感謝をするという動画ですけども、違います、ちょっともう机の上がもうすごい汚いですけど、はい、まあちょっとこうやっていろいろと思い出してください皆さん。あ、まあでも皆さん思い出さなくても編集でつながるからいいのか、俺たちが思い出さない。まずね、まずその違うね、違うね、5分の2が違う、今これ違います、あ、そっちも違う、そう、これも、これは違うだろう、ねえ、ねえじゃない、勢いだけで A のよ、なかったらないです、サクッといけば。そうですよね、じゃあもうサクッといこう。何をするのか一回あれします、あのあれしますけども、確かねコロッケの油を湯切りするんですよね。その次はね、確かだけどあのカツオの切り身をこう切るんですよね、切り身の方を切るんですよね。その次は確かリンゴのリゾットを全部覚えてるな、ちゃんと。漫画を読むまではなかったですけども、あ、でもこのあれか、料理作ってる途中に漫画を読みながらやるのか。そう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 、そういうことですよね。コラッケはないですよねで早速やっていきましょうか、はい、まずはコロッケの湯切り押しでいくんですけども、はい、はい、ありがとうございます。じゃあまずコロッケの油をこう切っていきます。違う、おー長いなおい一回電子レンジでチンしようか。あー何その言い方。あ、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 落ちた音したな、落ちた音と声がしたな絶対に。ちょっと待って、全部落とした。おい、え、おい、うわマジきつい、はよ拾ってこいって、ま、手ぶらでマジきつい、どこに落としたマジで。これ嫌だね。何が嫌かって、もう持ってられへんくらい暑いねそこなんだ、もう OK よ、はよ持ってられへんわ、暑すぎて。持ってるの、ほんまずっとマジでめっちゃ我慢してる。じゃあキッチンペーパー拭こうかな。うわー、これちょっと
ょっとこれはちょっと後でスタッフの方が洗顔として使わせていただきます。使うか油ギトギトな名前で使わないのっていう顔使わないのっていう顔しました。言うたそれは。あなたが言うように。それは言うた。あ、そうか。で、今度はカツオですね。臭いな。すごい臭いだよ。うわカツオいいわ。オッケー。カツオの代わりにちょっともうこのカステラでいいですか。すいませんでした。カツオは今回なかったので代用としてカステラを使わせていただきますということで。いっか。いいよ。うん。じゃあそのカステラのどこ立っとんねん。どこ立っとんねん。気持ち本当にカメラと俺の間どこ立っとんねんほんまに。なんか怖いとか全部聞こえて声がでかいとか怖いとか。カメラとどこ立っとんねん。舐めとんなよ YouTuber を。お前それが気持ち悪い。本当に。あこれ失敗だ。何が失敗。これ皿と皿で挟んでる。失敗じゃないだろ。何を思って。あ、そっか成功か。いや成功も失敗もないね概念が。あのこれはその分かんないですけど、視聴者さんが許してくれるかどうかにかかってるような気がする。このカツオをカステラ、まあそのツオをステラにこうカステラとかカツオがステラになるんだったらマツオもマステラにならない。その理論だと。だからちょっとマジでマステラにしようかな。今日から1ヶ月間は初めまして、初めまたそのましてもちょっとステラ。ま、そこはちゃうやろ。そこは違います。じゃあ始めますって。あ、まだもうこっちにもう出てるのが人間の。いや十分じゃない。じゃあ火をつけていく。あかんこれいつぞやの。そうだね、ずっと思ってたけど。いつぞやのワニが。え、いつぞやだっけ。去年のいつぞやだったよね。そこ別にいいの。去年の確かね、夏のいつぞやの方だったと思う。7月のいつぞやだったかな。7月17日のいつぞやかな。分かってるな。ちょっと一回もう挟んどくか。なんもうやっとくか。ちょっとその動画の流れとかを無視したことを一回してみるか。本当にカステラでいい。この野郎カステラ。カステラカステラで。なんで生き残りました。なんかもういいか、生き残ったからいいか。そうだ、もういいか。あっ、ね、まずベーコンを炒めます。炒めるの。焼くんじゃなくて。あ、焼きますね。あ、次の準備しとこうか。なんか玉ねぎ、どうする。玉ねぎ切っとこうか。何がリンゴ切っとこうか。全部俺がやるわ。あ、全部お前がやる、うん、ほなじゃあ飯食うとこうか。オッケー。別にもうボケもツッコミ一人でやっとくし。ほら先おにぎり食うよ。うし、やっといていいよ。ただ俺あんまりなんかツッコミとかボケ自体も慣れてないから、うん、先にツッコんで後でボケちゃうかもしれない。鍋にバターを熱し、なんでやねんを炒め、米を入れて透き通るまで炒める。ね、あーなんでやねん。あーお炒めだ。おね、鮭食うやめるわ。鮭おにぎり食うのやめる。鍋にバターを熱し、なんでやねんをまず炒め、なんでやねんを炒める。え、続いてる。じゃあなんでやねんの皮を剥いてくれたよね。押し通すんだそれ。これを押し、ね、さっきの滑ったやつ。なんでやねんを切ります。炒めますよ。はい、ちょっと待ってな。え、切って。見たことないよ俺、直撃の層までそんなところ。何してんの。じゃあ次行きます。はい、この防腐剤。防腐剤塩煮にして。防腐剤塩煮に。食べられないって書いてあるけど、挟めませんって書いてないから。確かに。次、ああ2位飛ばして3位いっちゃった。ああ、そう、2位何やった。リンゴは皮を剥き小さめの角切りにする。玉ねぎはみじん切り。みじん切りだったんだ。ああ、最悪だ。まあええよ。じゃあ角切りにさせていただきますよ。リンゴ。してください。角刈りに。角刈りに。え？いや、アートみたいな。え？じゃここを使わせていただきます。それ何だ？さっきの何だ？アートみたいなやつです。
じゃあアートじゃないな。大丈夫、焦げてない？焦げてるよ。焦げてる。もうそういう匂いしてる。こういうことやんな。まあまあ、そんな感じかな。量とか見た？ちゃんと。量書いてない。書いてない。マジで書いてない。最初のとこに分量で書いてんじゃないの？上のとこに。最初のところに分量なんて書いてないよ。上の何？リンゴどれだけとか、丸1個とか。あれ、リンゴ2分の1個だった。え、玉ねぎとか合ってるかな。まあ、ええわ。そういうことじゃないよ、今回の動画は。そういうことですよ。今回の動画は、命のありがたみを知ろうっていうだけの動画です。だけの動画。違いますよ。コナンもそうやで、命の大切さを知ろうっていう漫画。違うよ、あれは好奇心で謎解いてるだけだよ。コナン君は。あ、いい感じじゃないでしょうか、これ。これが角切りにしていくっていうのがどれぐらいかわかんないんだけど、うん、あ、じゃあベーコンのインサートをお願いしますよ。こっちですか、ね、これでかないこれ。あ、でもほらこれ切られたことに気づいてないんだよ。切れ味が良すぎて、ね、はい、リンゴが切られて、あー俺のインサート撮ってどうすんねん。てか画面すごい曇ってる。あ、曇ってないわ。あ、戻った。はい、ごめんなさい。何でしょう、何か言った。ああ、やっていけない。鍋にバターを熱し、玉ね、バターバターあるよ。だいぶ後だ、玉ねぎとかは。一個でいいかな。うん。次に白ワインを入れてアルコール分を飛ばし、混ぜ合わせた A を半玉、A？ 初登場だった、A が。え、今までは何、B とかだったんかな。A、ありました。リンゴ 100% 果汁ジュース、うん、と水各1カップ。ドゥンドゥン出ます。はい、めっちゃびちょびちょですよ。めっちゃね、濡れてる。濡れてるんですよ。言い方ない、もうちょっとスープみたいとか。濡れてる。乾いてるって思うよ。違うんだよ。でもね、あのリゾットね、うん、僕おかゆ嫌いなんでね。じゃあ次4番いきましょう。はい、弱火で水分がなくなるまで15分ほど煮込む。しんど。リンゴレモン汁を入れ混ぜ合わせ、黒胡椒で味を整える。あ、お米はいつ入れるの。米、あどうした。水入れるまでに米やった。に、あ、粒コンソメ。コンソメ、まあ小さじなんて噛んでいけばいい。ちょっとここで小さじをこう噛んで想定して作って。ちょっとこう噛んでいきますね。亀とか金魚に餌やる時のやり方やねん。だからこう噛んでいくわ。またそんな感じでいくの。おお。絶対入れすぎて。リゾットができました、はいはい、多分できたね。どう言えばいいのかな。見るも無残なおぞましい姿になってます。マジで、うん、ちょっと皿持ってこようか。そうだね、ちょっとあの皿持ってきてくれ。持っていきたい、行こうとしてんねん。そうか、俺の指示にしようと思って。どんな皿がいいでしょう。あ、そっか、平べったいのか平べったいのか。おい、ちょっと俺の自己判断で皿を皿をしてきました。もう一人じゃ何もできないんだからね。できるわ、ね、じゃあ完成ということで、はい、今回の動画が面白ければあ、そうか、一番ここからだもんね。だってね、今回の動画は各国の漫画を集めて一つの料理にしようっていう動画だから、今はバラバラで作りました一旦。だから今回は全部それを混ぜて一つ料理する。今からだよ。そうよ、みんな分かってんねん。お前だけ分かってなかったよ。そういうことか。そうや。カステラ2個は使わんやろ。あ、ドミノみたいになってるわ。あ、ドミノみたいになってる。なんやこれ。あ、なんやこれ。油切ったコロッケ。ほんでかけていこうか、これに。ちょっとスプーン欲しいな。あ、スプーンね。うん、スプーンがお高か。スプーンで、はい、プライド高いな。ほんまプライドが高いな。教育か。今日二人の兄弟がプライド高く育ったのは教育のせいか。じゃあ親のせいや。じゃあ親のせいか。じゃあ、はい、近くで撮った方がいい。そこら辺いや、いいんじゃない。盛り付けてやるの。長いからいいの。うん、みんなそのできた料理とかは気になってない。はい、完成しました。完成したんですか。これ
できました。タイトル、はい、動画を撮った後それぞれで食べれるようにした盛り付け。そのまんま盛り付けのタイトルやそれ。動画を撮った後こうカステラはカステラで美味しくいただけるように混ぜませんでした。だからオードブルスタイルかな。じゃあタイトル変えます、うん、コロッケとカステラとリゾットのオードブルスタイル、シェフの気まぐれ散歩、気まぐれ散歩、新番組シェフの気まぐれ散歩 in 札幌。ちょっとそれは札幌シェフが気まぐれに散歩してるだけ。そうですよ。じゃあタイトルはまたか。地中海のサラダリゾット風、あ、シェフの気まぐれ地中海のサラダリゾット風でいこうか。地中海のサラダはどこの要素なのこれ。ということで食べようかな。はい、食べてくれ。いただきます。おー、偉い。じゃあまずこの真ん中のところか、うん、何でしょうこれ。カステラですね。地中海っていうのがこれのことなのかしらね。いや、違う違う違う、ハム、うん、あー、それうまいやろ。カステラですね。そう、カステラですよ。うんうん、これつけて食べるってことですかね。そう、やってくださいじゃん。うん、ぜひそうしたいところですけども。やってくださいよ。おい、てかカステラ単体はなんでな。またカツオだったし、リゾットと何も組み合わさってないんであれば、この動画に全く関係ないカステラは。うん、いや、いいよカステラの感想は。とても美味しい地中海で。地中海が要素が分からんね。地中海の恵みの味します。せんやろ。はパッサパサ。あ、でも怒ってるびっちょびちょですよ、よだれで歯が汚れました。きったね感想が。来週何撮ろうかな。ちょリゾットとコロッケ食えよ。じゃあそのカステラとコロッケ。リゾットはビーコンだったらいいんじゃない。おーおーおー、いただきます。はい、うまい。うまいよ絶対。何が強い、その3つ合わさったら。地球界要素ないのよ1個も。だとしたら何、もうすごい気になってきた。怒ってるな、また。なんで地中海は怒るの、なんで誇りに思ってんの地中海のことは。地中海だんだん誇りに思ってる。怖い。だんだん誇り持って思ってるから。お前パッションやらないやり方や。パチョパ、そんなチョパ、そんなチョパ、そパチョパ、そんなチョパ、そんなチョパ、そビルバンド。